大沼国定公園は北海道にある国定公園。お島半島南部に位置し、函館市の北約1 6トルの距離にある。かつ火山の北海道駒ヶ岳とその火山活動によってできた大沼、大沼、純砕沼の故障からなる。大沼には大小126の小島が浮かび、春から秋にかけてサイクリング、ランニング、ボート、遊覧船など、冬は スノーモービルやワカサギ釣りなどのアウトドアスポーツを楽しむことができる。江戸時代から大沼と純砕沼あたりは函館から小樽方面へ抜ける交通の要衝であった。1872年に札幌本堂が開通すると宮崎十兵衛が旅館を開業し観光目的で訪れる人が多くなり、函館港から入国した外国人も訪れるようになった。 1881年には明治天皇が北海道行行の途中に休憩で訪れるなど道南の継承地として知られていった。当時のにぎわいは大沼と純粋沼であったが1903年の北海道鉄道大沼駅開業後は大沼公園広場地区が観光地として発展した。1905年に北海道庁は大沼周辺を 同立公園に設定。1914年には、ホンダ六が大規模な公園整備計画を策定。1915年に、大沼が日本新三景に選定された。1921年、道の申請により政府は、公園の使用許可を下し、正式に、同立大沼公園が開設した。自然公園法が制定されると、1958年、 国定公園に指定された。大沼周辺は2010年に日本公用の名所百選に選定され、2012年にラムサール条約登録出地となった。ありがとうございます。